六角義方、三好三人衆を破った織田信長は足利義昭を奉じてついに上洛を果たした。信長は直ちに朝廷に働きかけて義昭を将軍の座につけると、京の本国寺に将軍家の仮御所を設置。将軍家の警護役として光秀と秀吉らを残し、自身は盟友の長政を伴って本拠の美濃へ帰国した。そこに破ったと思われていた三好三人衆が襲来。将軍家の転覆を狙い義昭を亡き者にせんとする。信長不在の中、義昭を守り抜くべく光秀は秀吉らと共に三好に立ち向かう。六条合戦。なんだろう。いつにも増して鍛錬に励んでいたようだが、ずいぶん勇んでいるのだな。当たり前だろ。なんてったって光秀さんとの鍛錬の成果を披露する絶好の機会に恵まれたんだ。今張り切らなくてどうするよ。三好の奴らなんてあっさり返り討ちにしてやるぜ。あっさりとはいかないだろうが、お前の働きに期待しているぞ、美月。はあ、オイラは一体どうしたら。もしかしてこの局面をどう乗り切るか悩んでる？なら光秀さんにも相談してみたら。却下だな。あの堅物とは馬が合わねえ。それに出世がたきに花を持たせてたまるかってんだ。オイラはオイラのやり方でこの窮地を切り抜けるが、はあ、一体どうしたら。もう堂々巡りじゃないか。その高い向上心、無駄にすることのないようにね。残らず消し去りましょう。僕の策に期待して。もしそなたが明智光秀殿ですかな。私は松永久秀と申しまする。以後お見知りおきを。あなたが。俺は明智十兵衛光秀だ。こちらこそ。何ですかな、光秀殿。そんなに見つめられては穴が開いてしまいまする。いや、あなたによく似た個人と以前どこかで会った気がするのだが、気のせいか。では改めて久秀殿、共にこの宮城を打ち破り義昭様を守り抜こう。はい、あらかじめ私の方でも方策は練っております。何なりとお便りくだされ。な、不測の事態に戸惑う兵が多い中、久秀殿のような頼れる個人の存在は心強く思う。ではよろしく頼む。ああ、光秀殿、やはりそなたは再びまみえし奇跡に感謝せねばなりませぬな。
本国寺は完全に囲まれちまった。くそ、オイラたちは一体どうすりゃ。落ち着け、秀吉殿。俺たちで対処するぞ。まずは侵入者の排除からだ。はじめ、親父がいない隙を狙いやがって。俺の忍術で返り討ちにしてやるぜ。今こそ三好が再び天下を掴む時ぞ。殿どもかかれ。敵が次々と寺に。三井で必ずや私を守れ。よいな。我らは可兵、いずれ押し切られるのは必至。逃がしませぬよ。隣国のお味方を頼ってはいかがですか。ああ、うん、いい。忠告感謝する。ひざひでだ、急ぎ諸将へ伝令を送ろう。この三人衆は我が理想の世に不要な異物。その最後を見届けるのも私の責務ですね。やつら怪しげな動きをしておる。大賀忍びよ、急ぎ阻止せよ。忍びだと。これでは先に進めぬ。なんとかなったのか。光秀の言う通り、オイラたちが頑張りゃ、ひょっとして。よっしゃ、いっちょやったるぞ。鉄砲隊、義昭様をお守りしろ。上様は我が命に代えてもお守りいたします。心強き同胞を失うわけにはいきません。急ぎお救いいたしましょうぞ。かたじけない。身どもは後方より上様をお守りいたそう。しかしこのような窮地を招くとは。信長殿は上様をお守りする気があるのか。任された。任せあれ。諸将の到来まで耐え抜けば戦局に光明が差すが、信長殿の力を当てにできない今、我らの力で義昭様を守り抜かねば。いでよ甲賀忍び、義昭を討ち取れ。任された。キャー、早よ救援をよこすのだ。三好、六角、それに斎藤、上洛に際し切り伏せた者らがまさか徒党を組むとは。
しかし数で勝れど所詮は烏合の衆、義明様は必ず守り抜く。いい調子みたいだ。悔しいが、ここまでか。うん、お主はそれでよい。なんとかなったな。よし、ここの守りは任せたぞ。義明様に一っ子一人近づけんなよ。義明は寺の中だ。者ども、壁を打ち壊しなだれ込め。開門。敵の攻撃、さながらさみだれのようだ。だが、まだ屈するわけにはいかない。我らも斎藤殿に続くぞ。一気呵成に攻め立てるのだ。散らかせよ。おいおい、また増援か。さすがにちょいと分が悪いんじゃ。このままで終わると思うな。敵将、討ち取ったよ。聞かせていただこう。喜ばしい活躍ぶりだ。お任せあれ。消え去りなさい。終わらせましょう。敵将、消し去りました。ここは引こうか。あるまい、久秀の頼りをもとに来てみれば、やはり三好の残党どもが攻め寄せていたか。一緒にやろう。敗北条件変更。散らかすよ。船間だと奴は美濃にいたはずでは。船間殿、美濃にいるはずのあなたがなぜここに。なんとかしのげたか。信長様も来てくださったことだし、さっさと終わらせたいとこだがな。ご無事ですか、義明様。金国の書をかき集めて汗参じましたぞ。承知。帰る。形勢逆転というわけか。まあよい。砦にこもれば指物信長も手は出せまいで。親父、来てくれたのか。それの活躍しっかり見せねえと。我が理想の世に腐敗した輩は不要。さよ。承知。障害物は焼却が良い。みの、家計をしたください。奴らを炙り、砦から引きずり出すのです。信長殿の加勢を得た今が好機か。全軍攻勢に転じろ。討ち死に。打ち取ったよ。耐えきれん。引かせてもらう。その技、俺にも教えてくれよ。悔しいが、ここまでか。お任せあれ。
ああ、我が理想へとまた一歩。物は消えるが世の定め。聞かせていただこう。おお、見上げたものだな。悔しいが、ここまでか。任された。はっ、よっ、はっ、やっちゃおうか。散らかすよ。敵将、討ち取ったよ。力及ばすか。その技、俺にも教えてくれよ。悔しいが、ここまでか。みんな準備はよろしいか。うまくせよれ。放ちなさい。な、家系だと。くそ。それにとどまっては我ら残らず丸焼けよ。こうなったら破れかぶれだ。信長どもと差し違えてやるわ。開門。来たな。なら迎え撃つのみ。勝利条件変更。強い風がつく。よく吹いて。勝利は俺たちの手中にあり。火の回りが早いぞ。焼け死ぬくらいなら敵勢に突っ込め。炎におののき七味で突撃とは、ああ、見苦しいですな。父上の仇を討つまで俺は決して屈しはせぬぞ。いい調子みたいだ。かなう相手ではなく、だったか。いいぞ、見事な働きだ。怒らずくて。終わらせましょう。器は消えるが世の定め。完了。かなう相手ではなかったか。耐えきれん。引かせてもらう。せましょう。物は消えるが世の定め。力及ばすか。うせよ、さもしい異物どもめが。この戦、もはや勝ち目など引くなら今が頃合いか。覚悟せ。ここがお前らの死に場所よ。この先幾度も俺は怨嗟の的となろう。なれ、志果たすまで俺は止まらぬ。うまくせよれ。いい調子みたいだ。悔しいが、ここまでか。よし、終わったな。信長殿、手を煩わせて面目ない。構わん、将軍が無事ならそれでいい。
これで都も少しは静かになろう。美月、どうした？息切切って。なあなあ、俺今回は結構やれたよな。光秀さんはどう思った？あ、鍛錬の成果がよく出ていたと思う。利光はどうだ？鍛錬を共にしたお前の意見も聞きたい。ふん、荒削りさは未だ散見される。がこたびは殿のお手を煩わせておらぬ。ゆえに旧大の出来と言えよう。本当か？あよかった。付き合ってくれてありがとな、水秀さん、利光。秀吉殿か。こたびの戦はとても助けられた。感謝する。いや、助けられたのはオイラの方だ。ありがとうな。あとはすまねえ。だがしかし、信長様の一番の右腕はこの羽柴秀吉様よ。お前には負けねえぞ、光秀。ああ、望むところだ。よかったね、秀吉。信長様は義明様への謁見を早々に打ち切り、仮御所より下がられたとのこと。何を考えておられるのやら。信長殿は一刻も早く都を再建しようとしているのだ。俺もそのことで信長殿に相談しようと思っていた。はっ、ではそれがしは先に戻っておりますゆえ。先の六条での戦、勝利こそ収めたものの、結局信長殿に助けられる始末。天下一新への道を切り開くため、俺もより一層刃を研ぎ澄まさねばな。うん、あれは信長殿と姫様、鼻の下で一体何を。この戦火を耐えたか。この無垢もいつかはすすけてしまうのかしら。そうはさせない、光秀。だろ。お前に先を越されるとはな。確かに犠牲なくして太平の世は築けんのやもしれん。だが市中の希望を守り抜くには、乱れし現世を打ち砕かねばならん。その先に太平がなれば、無垢は無垢のままでいられよう。それが天下一新なら、あなたが守り抜きたい希望って。俺にとって大切な者たち、もちろん機長、お前もだ。笑うからしくないと。ああ、笑うね。とんだお笑い
ぐさだ。美月。けどそれでこそ俺の親父だ。惚れ直したぜ、ラッキー長さん。もう。なんたる不尊な男よ。この私自ら副将軍に推挙してやると言うておるのに。もしや奴が真に欲しておるのは将軍の座か。そのために私を追い落とそうと。いやだ、私はまだ死にとうない。兄上と同じ鉄を踏むのは嫌だ、嫌だ。上様、どうかお静まりくだされ。取り乱してはキャツラの思うツボやもしれませんぞ。何もご案じ召されますな。万事この三淵にお任せくだされ。